人数合わせの都合で伊藤麻子さんはテルミさんチームでスタンバってます。しかもテルミさんチーム今誰もいないんだよ。今そうなんです。なんでこっち一人で、あのこの後紹介して一人一人出てくるっていう。よかったです、はい、なるほど。他の皆さんも紹介されてるのでね。そうかそうか、ここから改めてご紹介していただくと、はい、ちょっと寂しいね。一人だとちょっと寂しいになります。よろしくお願いします。お願いします。これさ、一番最後に伊藤四郎さんが100点ぐらい持ってるんじゃなかったっけ。逆転ある可能性もあるかもしれないですけど、逆転もありの判定をお下しになるつもりですか。何の話ですか。じゃないのかな。今年はないんですね。何でしょう、 最終的に伊藤さんの口から何かが出てくる可能性は、はい、あら、審査は厳しく、うん、やるだけで持ち点運動は知りませんよ。知らないんですか。知らない、誰か聞かせて。教えて、教えて。すいません、ちょっといいですか。おい、こいつ大丈夫か。ちょっと聞こえて言わないじゃない、ちょっと伊藤さん、耳がいいんですから。って言わない、耳がいいんですから。申し訳ございません。耳がいいんですよ、おかしいぞ。いろんな意味おかしかったですね。回しを締めたくないと、うん、いうことで、どういう結果になったんだっけ、うん、あれはね、大竹さんが大変なことになったの、うん、代わりに、代わりに宇藤鈴木さんが出てるから、彼はもう相当強いね、うん、柔道、あの人柔道、それで思いっきりぶん投げられて腰痛めちゃったんだよね。で、悪い、あの最初に宇藤、うん、に、うん、あのマジで手加減はしなくていいからなって言っちゃった、うん、言っちゃったんだ。言っちゃったら、だってあれマジに投げてたもん。始まって10秒もしないうちに土俵の下に投げ飛ばされた、なんか突き刺さった感じだもんね。あっという間に終わりましたもんね。なんでおめえが出てこねえんだよ。当たり前です。3回戦に参りたいと思います。3回戦の対決は男歌角刈り対決。大竹さんチームは春菜愛さん、テレビさんチームは伊藤麻子さん、準備はよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。角刈りの2人が登場してまいりました。角刈ってないじゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくね。角刈り対決どうですか。何がっていうか、もうこれが角刈りかもちょっとよくわかんないよね。ちょっと見えないよこれ。わかる、この安いカツラ、ここでやってテープで全部止めてんだ。そう、似合ってる。でもちょうどね、リフトアップでいいねこれね。あ、ここね、引っ張られるからね。もう見つけました。普通角刈りとは言わないだろう、うん、ですよね。私たちもそう思っています。でも歌ですから。はい、ヤドカリって言うんだよ。はい、もう男歌でやりますから。あら、よろしくお願いします。はい、俺たちな、うん、俺たち行くで。男歌な。こんなのないよ。改めてこの方に、鳥羽のおばちゃん、このコーナーで送らせていただきます。皆さんの投稿お待ちしています。いってらっしゃいませ。いらっしゃい。さあ、こういう時はやっぱり新一さん頼りになりますね。待ってくださいよ。嘘でしょ。頼もしい。頼もしい。頼もしいじゃなくて、いや、ありがとうございます。嘘でしょ。よかった。僕ここで新一掴むんですか。ここでしょ。一番の底辺芸人が何ができるんですか。勘弁してください。もう最初に歌って仕事終わりじゃないです。そのために残ってたんですよ。いやいや、僕、あと30秒。あと30秒。いやいや、あと30秒。いや、上手にです。皆さん盛り上がってますか。おっしゃー、ここから大将戦いきますよ。最後まで盛り上がろうぜ。この後もお願いします。素晴らしい。タマホーム言うの忘れちゃった。いやいやいや、最後タマホーム、これも取ってね、投げる予定だった。ああ、予定だったって言って今投げたけど、風が飛んでった。砂山さんも太田さんも急に入るから。だってこの踊りの人たちが練習して、俺何も練習してない。いや、それにしてもこの有名な曲のあそこ、サビ歌えない人はっきり。サビ全部間違えてるじゃないですか。あんなに出るなんて。公開処刑だよ。マツケンサンバ
これで出てくるんだけど、てぐみチームの勝ち。てぐみチームの勝利だ。ということで総合得点3対2、てぐみチームが2024年浜祭り勝者となりました。まあ、じゃあ次の企画は何にしますかね。相撲。俺はいいよ、俺は行けど、あいつがやんねえんだから、ね、うん、やんねえだろ相撲。またウド君を。え、またウド君。なんでウド呼ぶんだよ。もう一回腰痛めさせてやろう。でやろう。ほら、あいつあんなこと言ってますよ、伊藤さん。だから新しい回しを用意する。新しい回しをね。あ、だったらやるかい。やる気すごいあんのね。なんでそんな相撲やりたいの。あのね、俺もう二度と立ち上がれないよ今度。言ったけどね、俺言ってるほどやりたがってないよ。もう口で言っちゃうけど、方針はもうちょっと別なところにある。言うことね。だって伊藤さんがもうこの企画はこれまでだっていう。じゃあ来年。黙って笑ってらっしゃいます伊藤志郎さんが。じゃあ来年伊藤さんと相撲を取りましょうか。やだよ。ではどうぞ皆さん盛大な拍手をお願いいたします。以上で2024大竹のテレビチーム対抗戦でした。そう、歌合戦ということで私たちもちょっと気合を入れて臨んだんですけれども、まさかの本当に一番最初でもう間違えるっていうのをしまして、大好きな伊藤志郎さんの前で本当にちょっと赤面したんですけど、いやそれを凌駕する皆さん、あのはちゃめちゃぶりで全然私たちのその本当にね、あのいや本当に大好きな方々がもう好き勝手元気いっぱいにあの楽しくあの絡んでいらっしゃる姿、そこにあのご一緒できたっていうこの時間がとってもとっても幸せで光栄なことでした。はい、ありがとうございます。皆さんは白子のりのブースにも行かせていただいたんですけど、うん、ちょっとこう真面目にこうちょっとレポートしなきゃいけないのかなと思ったら、あの白子のりさんの営業の方の方がボケでしてしまった。そうなのよね、上回られちゃってね、上回られてしまいました。うん、勉強になりました。来年もご一緒できたらと思います。それまで頑張ります。ありがとうございます。阿佐ヶ谷三姉妹みたいな感じで、うん、ドレスを着られて、まあ、誰も突っ込まなかったので。え、可愛かったですよ。あ、お金いっぱいついてた。あれいくらぐらいすんの。あれは途中古着屋で、はい、2万ぐらい。あ、そんなに古着屋だ。古着だ。全部古着屋もんね。古着ですね。はい、まあ、でも本当自分歌手時代からのキャッチフレーズが、あの生きながら死んでいる男というキャッチフレーズだったんですけれども、やっぱり森永さんの姿を見て本当に感動して、あのバットを振り抜く人生にしたいなと思いました。分かって言ってる。全然振り抜く声じゃなかったけど、声が違った。あの参加させていただいてますけど浜祭り、まず何せお客様が元気じゃないですか、パワーで、ね、それがまず嬉しくて、やっぱ大竹さんのねこの大活躍がどれだけパワー使ったかって思ったら、さっき楽屋帰ったら信じられないスピードで弁当囲んでいらしたので、あ、まだまだお元気だなと。弁当のこのなんか本当隠れて早弁してる人みたいにこうやってるのが自分の席で召し上がってたんで、もうどうして芸人はそういうことバラすかだからまだ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 続くぜっていうのをまた確信した今年でした。楽しかったです。ありがとうございます。いろんな番組の大先輩の方々が本当にもう大竹さんはじめ自由にさせてくれるんですよ。何やってもなんかいいみたいな空気を作ってくれるので、もう今日は私ね、この大谷君の格好をねもう身を包んで、で二刀流で男になって女になって、これがもう私やりたかったことで、ほんまもう最高でした。ありがとうございました。幸せでした。うん、言葉を失っちゃった、ね、見てる方もなかなか大変だった。三浦もね、あの、まあ、番組は間口開けで待ってるんですけど、まあ、どこをフラフラしてるのか分かりませんけど、まあ、自分のね選んだ道行って、でなんかどっかにたどり着いて、またもしかしたら番組にちゃんと帰ってくるのかなと思いつつ、まあ、あの来た時は出てもらうようにして、やってます。ありがとうございます。
本当にヒコロヒーに乗っ取られるんじゃないかヒコロヒーに乗っ取られるんじゃないか、ね、やっぱり気づいたね、やっぱりだから、ね、ちょっとそのところはあったんだね。大久保さんはまあ、まあ、よしとしてもヒコロヒーと気が合ってんな、まあ、気づいてました、ちょっとあった、そうそう気づいてました、ね、そろそろまたカナダに行かれてしまうんです。あ、一回戻ったり、もうあの学校が終わったので自分でスケジュール決めれるので、ここからはあのまたもう一個なんか行ったり来たりもしつつ両方仕事できたらいいなっていう感じで、うん、じゃあ二拠点生活みたいになれたらいいなですけどね、なんか分からない、まだちょっとよく分からない、分からないです。向こうの部屋の家賃もまだ払ってますからね。向こうでお仕事されてるんですか。お仕事というかあの手芸のワークショップをやったり、トークショーやったり、あとはあの手芸のグッズをこれから自分で作って販売したりとか、そのお店に置いてもらって、なんかコツ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 、え、あの向こうのなんかあれですよ、映画とかああいうにも今出れるような立場になったんで、あちこちのオーディションをたくさん受けて、まだ1回しか受けてないです。いやすごい、はい、出てそのうちは外国映画の中から三つ裏が出てくるかもしれない。そんな風呂敷広げて書かれたら、あなた私の立場が辛くなるの。ふらふら生きてる。もうすぐじゃないですか。そうそんなん書かれたらあんた偉いこっちゃだよ、偉いこっちゃだよ、やばいよ。どころかアカデミー賞狙ってる。いや狙ってないです、狙ってないです。いいところに気がつきました。実際私がやったのは誰でも出れるエキストラの仕事一回やっただけです。それがちょっと尾ひれつきすぎる。エキストラの仕事やっただけで。でもこれから日本にもたまに戻ってきてこうお仕事したりとか、うん、もうなんかよくわからないです、うん、あとは食堂も開きたいし、うん、そういう面もお持ちで、もういろいろごちゃごちゃです、うん、夢はいっぱいあるので。あ、愛さん食堂やってるから習えばいいんじゃない。そうそうそう、よかったらあの一緒にあのお店いっぱいありますので。うん、いや、相手はね、一緒にやんない方がいい。なんで？なんで？いいじゃん。何か違うの、まあ、何か違うから。ごめんね、ごめんね。愛さんとはやります。なんで？いいじゃん。